それでは開廷します。検察側証人、大島博則さん、いらっしゃいますね。いらっしゃってます。こちらへ。はい。証人尋問、証人に体験した事実を証言させる。被告人の車に同乗していた大島さんか。改めて見るとスラッとしててモデルみたい。被告人はこの人が偽装工作をしたと主張しているのか。ではお名前をお願いします。大島博則と言います。証人大島博則、年齢とご職業をお願いします。年齢は31歳、現在は無職です。無職になっちゃった。無職？辞めちゃったのかな。あの大島さんっていうのは被告人の部下じゃないのかい？私に聞かれても分かりませんよ。住所もお願いします。東京都中野区萩野2-46-1です。ありがとうございます。人物、大島博則をファイルしました。それでは、被告人、加賀谷和子に対する危険運転致死被告事件について、これからあなたを証人として尋問いたします。その前に、嘘を言わないという宣誓をしていただきます。では、机の上の宣誓書の朗読をお願いします。宣誓、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず偽りを述べないことを誓います。証人、大島博則。ちゃんと嘘言わないかな。はい、結構です。今宣誓していただいた通り、記憶に反して嘘の証言をすると、偽証罪として罰せられることがありますので、注意してくださいね。はい。では、そこの椅子にお座りください。それでは検察官、どうぞ。主尋問、証人尋問を請求した側が行う尋問。はい。では、まず最初に、あなたと被告人の関係についてお聞きします。あなたは本件事故の発生した8月11日の時点では、被告人の部下という立場にあった。間違いないですね。はい、間違いありません。被告人は事故当日、車の運転をしていたのはあなたであって、事故を起こしたのもあなただと。つまり本件事故は全てあなたのせいだと主張していますが、この主張について
心当たりはありますか？ん？どうしたんだろう？はい。今回の事故の責任は、すべて僕にあります。ちょっと、どういうこと？事故の責任は、すべて大島さんにある？どういうこと？僕は、社長が運転することを止めることができなかった。そのせいで、今回のような事故が起きてしまったことは、僕にすべて責任があると思ってます。あ、そういうことね。ごほん、つまり、被告人の主張に関しては、心当たりがないということですね。被告人は事故当日、あなたが運転をしていたと主張していますが、はい。ですが、質問されたことに、簡潔に答えてくれれば結構。心当たりはありません。大島さんの言葉に、傍聴席がざわついている。静粛に願います。裁判長がざわめきを抑え仕切り直す形で大島さんへの証人尋問が始まった。では事故当日の行動についてお聞きします。はい。事故当日あなたは午後3時から被告人と行動を共にしていますね。はい。当日、取引のあった会社との商談のため、午後3時に社長と一緒に会社を出ました。そして取引先との商談が終わったのが午後8時。間違いないですか？はい、間違いないです。取引先へはどうやって行ったんですか？社長の車で行きました。その被告人の車とは加害車両のことですね。そうです。その後、あなたは被告人と練馬のバーに立ち寄ってますが、その日、会社から取引先へ行くまで、および取引先からバーに行くまでの運転は、どちらがしていたんですか？両方とも社長でした。車用で出かけるときはいつも被告人が運転していたんですか？大体はそうです。社長自身運転が好きな方ですし。なるほど。被告人は部下であるあなたに運転をさせることは日頃からあまりなかったということですね。はい。僕も頼まれなければ運転することはありません。バーに行くまでの運転はずっと被告人がしていたのか。その後
あなたは3時間以上にわたり被告人の飲酒に付き合ってますが、バーへ行こうと言い出したのはどちらですか？社長です。その日の商談がうまくいかなかったこともあって、なんか汗かいてる表情になった。ちょっと飲まないとストレスでどうにかなりそうというので、新規オープンのバーを見つけたので駐車場に車を置いて行きました。なるほど。その日の行動の選択権を持っていたのは常に被告人であったということですね。はい。その日のみならず、被告人の命令にあなたは従わされていたんですね。従わされていたわけじゃありません。部下が上司の命令に従うのは当然じゃないですか。社畜？社畜なの？元社畜か。社長のした行為は確かに許されるものではありませんけど、あの日の事故は社長を止められなかった僕にも責任があるんです。社長だけを責めるのは間違ってます。大島さん、この証人尋問はあなたが事故の日体験したことについて、また日頃からあなたと被告人の関係について伺う趣旨です。あなたが被告人の犯した罪に対してどう思ってるのかは異議。被告人の犯罪の事実はまだ確定していません。失礼、言い直しましょう。大島さん、私の質問することについてできるだけあなたの主観や感想を交えずに簡潔にお答えいただけますか？検察官の人、少しイライラしてるみたい。大島さんが思った通りの証言をしてくれない？弁護人の異議に腹を立てた？仕事のストレス？あ、一番上だよね。大島さんが思った通りの証言をしてくれない？大島さんが思った通りに証言をしてくれないからだろうか。被告人をかばうような発言をさっきからしてるし、それが気に入らないのかな。大島さん、本法廷はあなたの責任を追及する場ではありません。法廷の場で証言するというのはとても勇気がいるかと思いますが、検察官の質問に対しては証人の義務としてお答えいただきます。よろしいですね？わかりました。では当日のバーでの様子についてお聞きします。その日の被告人は度を越した泥酔状態だったそうですが、被告人はお酒を飲むときはいつもそのくらい酔うんですか？いえ、あの日は特にでした。その日の商談は会社にとって重要なものだったので、
僕も社長もいつも以上に気合を入れて臨んだんですが、商談がうまくいかなかった？はい、なので社長の機嫌もいつも以上に悪くて。重要な商談か。では場を出た後のことについてお聞きします。場を出た後、あなたは被告人に運転を頼まれましたか？いえ、当日は頼まれていません。以前は頼まれたことはあった？以前に何度か運転を頼まれることはありました。以前は頼まれたのに当日は頼まれなかったのはなぜですか？僕が運転すると申し出たんですが、社長は自分が運転すると言って聞かなかったんです。被告人はあなたの運転の申し出を頑として受け入れず、自ら泥酔状態で運転すると言って聞かなかったということですね。そうです。そんなのデタラメよ。ちょっと加賀谷さん、被告人が突然話し出した。被告人、今は証人尋問を行っています。あなたの主張については被告人質問でお聞きしますので、この場での発言は差し控えてください。検察官は尋問を続けてください。ご本では事故の前の出来事についてお聞きします。あなたは被告人を連れてバーを出た後、駐車場に向かいましたね。はい。社長は足元がおぼつかない様子だったので、僕が社長の体を支えながら駐車場まで移動しました。そこで運転をするという被告人を止めることができずに、仕方なく助手席に乗り込んだ。これは間違いないですか？はい。社長を運転席に乗せるつもりはなかったんですけど、駐車場に向かう途中で折れたピンヒールのかかとを社長がポケットから落としたらしくて、それを拾ってくるように言われたんです。ピンヒールのかかと？確か昨日の評議でも話題になったな。大島さんが被告人から預かって、その後側道で見つかったんだ。雨が降ってたもので探すのにだいぶ手間取ってしまって、ようやく見つけて戻ってみたら社長はすでに運転席にいたんです。どうして被告人はあなたにかかとを拾いに行かせたのですか？自分でかかとを直してまた履こうとしていたみたいです。こんなのくっつければまた使えると言ってました。被告人は普段から
ピンヒールを自分で修理していたんですか？簡単な修理だったら、たまに会社で修理していたのを見かけたことはあります。なるほど。今回もそうするのかと思い、とりあえずその場は僕がかかとを預かってポケットに入れました。証言、自分で直すつもりだったをファイルしました。その後、どうしてあなたは被告人を止めずに助手席に乗り込んだんです？泥酔している被告人に運転などさせたらどのような事態になるのか想像はできなかったのですか？あんな状態で運転をしたらどんなことが起こるか、危険は予測できました。でも私の車なんだから私が運転するのが当然だ。さっさと助手席に乗れ、そう言われたので助手席に仕方なく乗り込みました。酔った時の社長には逆らうことができなかったので、それでも僕はあそこで逆らうべきだったんだ。被告人に命令されていやいや乗り込んだということか。酔った時の社長には逆らえないとのことですが、被告人は酒に酔うとどのような言動になるのですか？乱暴な口調になります。それだけですか？事故当日、あなたはバーで被告人に他にも何かされませんでしたか？つかみかかられたり、異議、誘導。検察官、争いのない事実であり、誘導には当たらないと指令します。異議を却下します。証人は検察官の質問に答えてください。はい、つかみかかられました。被告人が酔うと、そのような行動を取るのはいつものことですか？はい。なるほど。あなたと被告人には常日頃からそういった上下関係があったため、あなたは被告人の言葉に逆らうことができなかったんですね。そうです。これはどんな商談だった？被告人は路列が回っていなかったのでは？被告人に逆らえる部下はいないのか？またなんか話の流れと違うんだけど、ちょっとね、どんな商談だった？これを選択します。当日の商談はうまくいかなかったみたいだけど、二人が取引先で行った商談はどんな商談だったんだろう。後で質問してみようかな。忘れないようにメモしておこう。メモ取ろう。どんな商談だった？決定。それでは事故発生までについてお聞きします。
あなたが助手席に乗ってから事故が起こるまでのことを順を追って話してください。いつものことだと諦めて僕は助手席に乗り込みました。失礼、いつものことというのは？酔った時の社長には逆らえないということです。なるほど、失礼しました。続けてください。はい。社長はパンプスに履き替えて車のエンジンをかけようとしてました。パンプスに履き替える手つきがあまりにも危なっかしくて、このままだと確実に事故を起こしてしまう、そう思いました。そこで社長に、せめて少し休んでから出発しましょうと提案しました。あなたの提案に対し被告人は何と言いましたか？渋々ですが了承してくれました。ちょっと安心したところで、しばらくは大丈夫だろうと。疲れのせいで急に眠くなってしまったんです。まさか発信することはないだろうと油断してしまって、いつの間にか助手席で眠ってしまったんです。どうして眠ってしまったんですか？その日の商談の準備のために3日くらい寝てなくて、眠ってしまって次にあなたが目が覚めたのはいつですか？どのくらい眠っていたのかははっきりとは覚えていません。しばらくして目を覚ますと、車が坂の途中で停車している状態だったんです。何が起きたんだろうとわけが分かりませんでした。つまりあなたは事故の瞬間を見ていないということですか？そうです。証言、大島は眠っていたをファイルしました。あなたが静止したにもかかわらず、被告人はあなたの知らないうちに車を発進させていた。そしてあなたが目覚めるとすでに被告人は事故を起こしていたということですね。はい。では事故の後のことについてお聞きします。あなたは午前1時30分に救急へ通報していますが、事故に気づいてから通報するまでを順を追って説明してもらえますか？車が傾いているような違和感を覚えて僕は目を覚ましました。運転席を見てみると社長がぐったりしていて、揺すってみても起きる気配がありませんでした。気がつくと後ろに車が見えたので助手席を降りて向かいました。電柱に衝突している軽自動車に近づいてみると、フロント部分が電柱に食い込んで潰れている状態でした。恐る恐る運転席側から中の様子を伺ってみると、
運転席に、その運転席に被害者の方がいたんですね。はい。大島さん、震えている？大島さん、大丈夫ですか？すみません。あの時のことを思い出すと、つい。大島さん、お辛いようでしたら。大丈夫です。運転席で被害者の方がぐったりしていました。被害者の存在を確認し、あなたはどのような行動を取りましたか？大丈夫ですか？と声をかけました。その時、被害者の方に意識はありましたか？意識がはっきりしていたわけではなかったと思います。薄目でぼんやりと僕を見て、助けてと僕を見つめていました。被害者の古達さん、その時はまだ意識があったんだね。かわいそう。その後、あなたはどのような行動を取りましたか？大変だと思って、ひとまず周りを見渡しました。夜だし、見たこともない道だったので、かなり混乱してしまって。事故現場はあなたにとって初めての道だったのですか？そうです。今まで通ったことのない道でした。どうしてあんなところにいたのか、全然わかりませんでした。証言、初めて通った道だったをファイルしました。とにかく、まずは社長を起こそうと車まで戻りました。助手席に戻って社長を起こそうとしましたが、まだ起きません。どこか怪我でもしたのかもしれないと思って心配になりました。被害者の方の容態を確認し、すぐに通報しなかったのはなぜですか？それは、怖かったんです。静かな夜だったし、周囲には被害者の方を除けば社長しかいなくて、なんだか世界に取り残されたような気がして、気がおかしくなりそうでした。それで社長に助けを求めに行ったんです。被告人を起こしに行った後、通報したんですね。はい。なんとかしなくてはと思って、車から降りて119通報しました。目が覚めてから通報までは何分ぐらいでしたか？5分ほどだったと思います。救急車はあなたの通報から何分くらいで来ましたか？通報からさらに5分くらいで救急車が到着しました。これは、被告人はいつも運転するときは靴を履き替えてる？しばらく眠ってたと言うけど、どのくらいの時間？どうして110ではなく119に通報した？
選択します。しばらく眠ってたと言うけど、どのくらいの時間？眠ってしまってしばらくしてから目が覚めたらしいけど、しばらくってどのくらいの時間だったんだろう。後で質問してみようかな。忘れないようにメモしておこう。メモを取ろう。しばらく眠ってたと言うけど、どのくらいの時間？決定。では最後に、あなた自身のことについてお聞きします。このような事故が起こり、あなた自身も事故のショックで会社を退職されていますね。はい。あれ以来、寝るたびに、あの夜の被害者の方の顔が夢に出てきて、事故のショックもあり、仕事が手につかない毎日でした。このままじゃ、自分がダメになってしまうと思い、先日、加賀屋デザインを退職させていただきました。それでさっき無職って言ってたのね。そうみたいですね。被告人は本件に対し何ら反省の態度を見せていませんが、そのことについて大島さんはどのようにお考えですか？社長は1年前からの経営悪化で相当ストレスが溜まっていました。あまり飲めもしないお酒を毎日のように飲むようになり、僕や周りの同僚たちに当たり散らすようになりました。でもそれより以前は本当に尊敬できる上司だったんです。僕が新人の時も金に困っているといつもご飯に連れてってくれたり、いつかビッグなデザイナーになりたいという子供みたいに語る僕の幼い夢も真剣に聞いてくれて、早く一人前になれるように仕事を指導してくれました。仕事に対してはそれは人一倍厳しい方でしたけど、よくやったとたまに言われると本当に嬉しかったんです。僕は今でも社長のことを尊敬しています。もちろん今回のような事故を起こしてしまったことは許されないことです。それはもちろん分かってます。だから一刻も早く社長には罪を認めてもらい、飲酒した状態で運転するという行為がどんな結果を招くのか、そのことを見つめ直してもらいたいんです。これ以上社長に罪を重ねてほしくないんです。ん？田之倉さん涙ぐんでる僕もせめて残された人間として被害者の遺族の方に精一杯の謝罪をしたいと思っています。ですからどうかお願いです。社長に重い罰を与えないでください。僕はそう考えています。
問は以上です。被告人は今の大島さんの証言をどんなふうに感じたんだろう。